アリシヒの第六潜水艇第六潜水艇は、第二本帝国海軍の潜水艇。艦級は、海保ランド級で、1906年4月5日、春行、1920年12月1日除籍。その後、沈没の際の乗組員の行為が検証されたため、海軍潜水学校で展示されたが、第二次世界大戦後に新中軍によって解体された。 呉市にあるタイの宮神社には、第六潜水艇巡覧車の石踏みが、岩国市の岩国総港小学校裏手には、第六潜水艇巡覧車記念碑があり、毎年、事故のあった4月15日に追悼式が行われる。1910年4月15日、第六潜水艇は安全上の配慮から、禁止されていたガソリン先行実験の訓練などを行うため岩国を出港し、 広島へ向かった。この訓練はガソリンエンジンの煙突を海面上に突き出して先行運転するもので原理としては現代の首脳ケルと同様であった。午前10時頃から訓練を開始10時45分頃、何らかの理由で煙突の長さ以上に停滞が先行したために浸水が発生したが閉鎖機構が故障しており、 手動で閉鎖する間に17メートルの海底に着底した。佐久間隊員は母船、アレキサンダーマルとの申し合わせを無視しがちで、第六潜水艇は日頃から申し合わせよりも長時間の先行訓練を行っていたため、当初は浮上してこないことも異常と思われなかった。また、母艦の見張り員は異常と報告して、 実際に異常がなかった場合、潜水艇長の佐久間隊の怒りを買うのが怖くて、報告しなかった、とも述べており、調査委員会はこの見張り委員の責任を認めつつも、同情すべき点が多いとして処分していない。異常に気がついた後、アレキサンダーマルは、クレザイハクの感染に遭難を報告。救難作業の結果、16日に引き上げられ、内部調査が行われた。 佐久間定庁以下乗組員14人のうち12人が配置を守って死んでいた。残り2人は本来の部署にはいなかったが、2人がいたところはガソリンパイプの破損場所であり、最後まで破損の修理に尽力していたことが分かった。アレキサンダー丸の艦長は安全面の不安からガソリン先行をはっきりと禁止しており、また佐久間隊員もガソリン先行の実施を母船に、 連絡していなかった。アレキサンダー丸の艦長は、事故調査委員会において、佐久間隊員が過度に煙突の自動閉鎖機構を信頼していたことと、金霊虫が事故を招いたのだと述べている。また、先行深度10フィートという、シュノーケルの長さよりも深い先行深度の命令によって浸水が起きたとしている。この件については、報告書の中期として記録上のミスの可能性に、 言及されているが、佐久間大尉の遺書にある不注意とはこのことを指すという見解もある。この事故より先にイタリア海軍で似たような事故があった際、乗員が脱出用のハッチに折り重なったり、他人より先に脱出しようとして乱闘したまま死んでいる集体をさらしていたため、帝国海軍関係者も最初は集体をさらしていることを心配していた。ところが実際には、 ほとんどの上院は配置についたまま殉職。さらに、佐久間定長は、事故原因や、潜水艦の将来、上院遺族への配慮に関する遺書を認めていたため、これが、潜水艦乗組員各あるべし、陳有ということで、終身の教科書や文化として、広く取り上げられたのみならず、海外などでも大いに評価された。アメリカ合衆国議会議事堂には、 遺書の写しが陳列されたほか、感動したセオドアル・ーズベルト大統領によって、国立図書館の前に遺言を刻んだ同伴が、設置され、日米海戦後も撤去されなかった。イギリスの王室海軍潜水資料館には、久間と第六潜水艇の説明があり、第二次世界大戦の後も展示され続けている。ある中日英国大使館付海軍部館は、戦前から戦後まで、 英国軍人に尊敬されている日本人として、佐久間を挙げ、戦後の日本人は、佐久間精神を忘れていると1986年の岩国追悼式でスピーチした。召喚の不注意により、陛下の手を沈め、部下を殺す。誠に申し訳なし。されど定員一同。死に至るまで、皆よくの職を守り、沈着に事を処せり、我らは、 国家のため、食に倒れしといえども、ただただ遺憾とするところは、天下の死は、これの誤りもって、将来潜水艇の発展に、打撃を与うるに至らざるやを、れうるにあり、願わくば、諸君ますます弁礼もって、この誤解なく、将来潜水艇の発展研究に、全力を尽くされんことを、さすれば、我ら等一つも、 遺憾とするところなし。沈没の原因。ガソリン先行の際。角もとも入りせしため。スルイスバルブを。シメ面とせしも。途中遅延切れ。よって手にてこれをしめたるも遅れ。後部に満水せり。約25度の傾斜にて沈降せり。沈静後の状況。1。傾斜約行角13度くらい。1。 配電板疲れたるため電灯を消え、電乱燃え、悪ガスを発生、呼吸に困難を完ぜり、14日午前10時ごろ沈没す。この悪ガスの下に、手動ポンプにて排水に努む。1、沈下とともにメインタンクを、排水せり、明かり消ゲージ見えざるども、メインタンクは、排水し終われるものと任務、電流は全く使用するにあたわず、電液は、 溢れるも少々。海水は入らず、クロリンガスを発生せず、残機は500ポンドくらいなり、ただただ頼むところは、手動ポンプあるのみ、ツリムは安全のため、予備浮き量600。モーターの時は200位と競り、右11時45分、司令塔の明かりにて記すい一入りの水に浸され、上院体部位室不管令を感ず。要は常に潜水定員は、 着最新着細心の注意を要するとともに、大胆に行動せざれば、その発展を望むべからず、最新のあまり、萎縮せざらんことを今しめたり、世の人はこの失敗をもって、あるいは嘲笑する者あらん。されど我は前言の誤りなきを確信す。1、司令塔の震度は52を示し、排水に努めども、12時までは停止して動かず、 この変身度は10キロくらいがあれば、まさしきものならん。1、潜水定員施卒は、抜群中の抜群ものより採用するお様子。かかる時に困るゆえ、幸い本店員は、皆よくその職を、ことごとくせり、満足に思う。我は常に家を譲ずれば、死をキス。されば遺言状はすでに、から先引き出しの中にあり。こう遺言。 つんで陛下に申す。我が部下の遺族をして、旧する者なからしめ、たまわらんことを。我が年頭にかかる者これあるのみ。右の諸君によろしく。一、斎藤大臣一、島村中将。一、藤井中将一、縄少将。一、山下少将一、成田少将。気圧高まり。鼓膜を破られるごとき。勘あり。一、小栗大佐。 一、井手大佐。一、松村中佐。一、松村大佐。一、松村小佐。一、船越大佐。一、成田光太郎先生。一、生田小金継先生。十二時三十分。呼吸非常に苦しい。ガソリンをブローアウト。摂取しつもりなれども。ガソソリンに用た。一、中野大佐。十二時四十分なり。 大和田武器作詞、瀬戸口東吉作曲による。大和田は当時海軍軍下の作詞依頼があったのだが、この事故の題材は急遽付け足されたものと言われている。第六潜水艇沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。